ていうかさ、うん、ハゲジジイから LINE 来てさ、俺らがしてるハゲジジイってマックスしてるんだけど、デリバリーどうすかみたいな感じで聞いたら、ガチチャレ系でお願いしますみたいな来て、お家だしさ、なんかあったら困るかなとか思いながらいろいろ考えてやってたけど、ガチで行っていいですかみたいな感じで聞いたら、安全な大食いなんて誰が見たいんじゃって、ガチ以外になんかあるんかって来たの、この喧嘩腰あそろそろちょっと仕掛ける、そしたらガチのデカ盛りか、何がいいかな、デリバリーだからね、持ってってもちゃんと美味しく食べれるものがいいけど、ある程度の量を、食材を考案して制限時間を決めて、侍のチャレンジメニューのデリバリーにすればいいんじゃない、何分以内に食べきればなんかあげますみたいなまたなんかあげます、本当にギリギリのラインを引きたいよね、だからそれは。だからガチって言っても別に時間も量もこっちが決めていいわけですか。それはもちろん。どうしようかね、だから、でも炭水化物がいいと思うの。そうだ。俺は炭水化物がいいなと思う。人気あるのって。チャレンジメニューの。麺とか、ね。麺が多い、とにかく。カレーとか。そう。あと丼物とかか。シンプルに焼きそばはいいと思うんだけどな。汁ないし、運びやすいし。ラーメンだと若干伸びたりするっすよね。そう。ただの焼きそば持ってってもつまんないからね。そうだね。ああ、焼きそばパンってこと？でもほら、いいんちゃう、ちょうどほらネイサンズがさ、来月予定だったのかな、なくなっちゃったから、パンをさ、食パンにしようよ、普通のパン、コッペパンとかじゃなくて、うんうん、食パンの中くり抜いてその前に麺ぶち込むってこと、一斤でってこと一斤でバカじゃん、いいじゃんバカじゃん。鈴木さんって今どんな感じっていうか、今結構あれですか、トレーニングしてる感じですか。でも最近なんかさ、ライブ配信見てると限界チャレンジやってるから、家終演団優勝でしょ2時間超えちゃダメなんだよ、ライブ配信で大食いの。もう一本の映画だもん、あれ感動するよ、ちょっと思ってねえだでもやっぱそれが鈴木さんが行ってる限界チャレンジの方じゃん。2時間食べ続けるっていうのはすごいことだし、うん、そもそもそのチャレンジは自分でやってるから、やっぱ別の角度でアプローチしなきゃいけないから、それも辺も考慮して最低5キロは欲しいよね。あの人が3キロ食べてるの見たら、だってもう朝食じゃんやるもん。じゃあ、いや、なんか俺面白いと思います。やってみようか。できる？できるじゃん。できる。やるか耳だけ壊してくれ、耳だけかわいすぎ。多分だけど焼きそばパン飲み込みづらいから水分量結構使うと思うの。あ、じゃあ水も飲むんだ。そうで、5キロから6キロぐらいのキャパだったら、水が入ってくるキャパも入れても結構余裕があるんじゃないかなって考えるから、俺水で流し込んでくると思うのよ。そっか、じゃあ水も計算しないといけないんですね。そうで、何本使うかによると思うけど、パン飲み込むの相当きついだろうから、5キロぐらいがやっぱ面白いんじゃない。そうすると、あ、水使ってくれて早くパフォーマンスも出るだろうから。2、3本飲んでるもん。飲んでる。特茶ばっかね。あ、そう、あの人ずっと特茶いねえよ、あんな特茶使ったってあんだけ食ってんだから関係ないからもうしかも大体特茶って1日1本にしてくださいみたいなこと書いてあったんね言うてオーバーしてる。でもこれちゃんと物見てみないと分かんないから。まあね、確かに、うん、出来上がってグラムちゃんと測って、そっから考えた方がいいんじゃない。そっちの方が俺フェアだと思う。いやー、マジか、いや、この時間かーって正直際どいと思うんすけどみたいな。デレッティーンって流れるからあの人 SE デレッティーンってアフレコ入れてくるから。どうも、マックス鈴木です。今回もまた侍から届きましたみたいな。ちょっとテンション低いですよでもいろいろ話したいんだけど、だいたい尺足んなくなっちゃうそうそう、で、あの終わり際にあ、俺、じゃお疲れさーって言ってる。楽しみだな。はい、ということで秘密基地に戻ってきました。はい、じゃあこれをとりあえず焼きそばの麺24、はい、と、あとハッキン、ハッキン、食パンハッキンと、はい、あとバター、まあ、調味料だったりとか、あとお野菜とお肉、これを全部焼きそばにしてからパンに詰めて、うん、マックさんの元に届けようと思います。あとでまあ計量すれば、計量しましょうか。じゃあ、早速吉高さんは、はい、料理人モードですね。はい、そうですね、はい、料理人モードということは、はい、レッツクッコイ言っていただけないとダメですね。もう逃げないからねもう恥ずかしくもなったので、じゃあ今日もよろしくお願いします。お願いします。レッツクック。おー、こなれてきたね。出たいよWe'll be right back.
大食いでね、はい、失態を叩いた時にね、あの成功賞に買うって約束したんで。はいですね、田んぼのお芋さんの時の。そうです。お、これはちょっとじゃあ先に一回履いてやろうかな。これですかね。かっこいいですね、エアジョーダン。焼きそばでも詰める。逆にここから食べる。じゃあそんな中、吉高さんがいた。今これは何やってるんですか。うん、これ焼きそばのソース。すごいことになった。いろいろ混ぜるんですね。そう、ついてる粉のソースに、うん、だけだとあのパンじゃん、うんうん、味持ってかれちゃうんだよ、パンに濃くしないと。あ、なるほどですね。じゃあ思った以上に焼きそばはあの普通にそばで食べるよりは初回よ。はい、もろもろお疲れ様でした。はい、じゃあ実際に、焼きそばとパンの準備が整ったということなので計量していきましょうか。はい、はい、じゃあまずパンから。あら、振り抜いてよ。器用でございますね。はい、はい、ということで、マーガリンを塗ったのでパンが若干重くなりましたね。290g ですね。はい、いきます。はーい。こんばんは、マイメロディーです。もう一回言ってもらっていいですか。なんだこいつマジで。これで、780g です。で、オンザして810、2個目810です。830、870、820、790、830です。805、40、 5.8kg、 5.8kg、 はい、ジャスト 5.8。 予想通りだね。うん、鈴木さんが食べるものと同じ、だいたい 930g のこれを実際にゆまさんに実食いただいて、ちょっと考えていければなと思います。全部食べないよ。あ、全部食べない。無理だよ。まあ、だいたいで。シェイ、いただきます。はい。わ、めちゃくちゃ、うまっ。うん、だってフードバトルだ。飲み込めない。飲み込めないわ。ゆまさん顔がもう絶対きついよ。焼きそばの味がしっかりしてるからね、パン挟まないと逆にきついかも。半分もなくなってない。まだまだ本当です。あご、あそか、あご使うのか。何分？5分20秒です。ちょっと一回ギブアップしよう。半分でしょ。で、一回止めます。です。この続きは僕らの方で食べるんで一旦。ただちょっとね、やっぱチャレンジメニューも何も決めないとっすよね。6個の方がいいと思う。あごめっちゃ痛いもん。あ、きます。長編になると思う。6個で俺で5分でしょ。半分でしょ。半、大体そうですね。一般人が食べて10分で行くとして、それでも60分ぐらい行くんじゃないでしたら、で多分これ味濃くて相当水使って飲み込みづらいから、多分7個あったら多分腹パンパンになっちゃうんじゃない。結構水飲んでましたもんね。相当使うともうかなり飲み込めない。多分耳が結構水分取っちゃうのと、あとソースがちょっと濃いめだから、そのパンに合わせていただいたんで、うん、それで少し水分が必要になってくるって考えたら、これ6個だと思う。6個で60分。吉高さんどうですか、実際に作られて。希望は1時間切ってほしいよ、ちょっとしんど。ああ、なるほどなるほど。55分とかでもいい。55分。うん、1時間切ってほしい。取らなくてもいいから切っていい。どうぞ。全然。鈴木さんがどう努力するかになりますよね。これね、多分今ね、分かると思うんだけど、焼きそばの味 に対してパンを詰め込もうとすると、パンの硬さとともに焼きそばを食べることになるから、普段飲み込める焼きそばまで噛んじゃうと倍疲れる。パンと焼きそばは別で食べた方がが早いとは思うけど、今実際吉高さんパンと焼きそば包んで食べてるのどうすか。結局パンが残るって。じゃあちょっと60分超え、焼きそば飲めるけど。ああ、なるほどなるほど。60分じゃ超えそうっすね。でもやっぱりあれですよね、こうマックス、うん、もう超えたでしょ。いきます。ああ、80だと言い過ぎっす。プラス20分。長すぎるって思うな、逆に。だったら量減らして尺短くしてあげた方がいいと思う。死闘になっちゃう。5で60分チャレンジでしたけど、じゃあ5個に減らして、まあだいたい4キロ超えるぐらい。5キロだと、あと5個迷うんですね。条件2個だったら6個持ってって、5個で何分か6個になるか、どっちか好きなの選んでください。でもあの人6個やるよ。うん、多分あの人は絶対6個やる。多分吉高さんが作ってくださったんで、僕は吉高さんの気持ちに応えたいからっていう言い方されると思います。明日の朝ごはん食べるな。5個で60分だとどうなんですか。水多分2から3使うと思うから。だってランチパックの時も相当飲んでる。あ、マジっすか。
2から3飲むとしてガチガチだからな。これで20分とかで食べられたらもう引くわ。いやないと思うよ、まあ、でも1個4分ですよね。俺のあのペースで5分で半分なんだから、多分最初の序盤の3個ぐらいまでは下手したら15分とか10分以内では食べてくるでしょ。この人もっと早いわけじゃん。最初の3個ぐらいは多分6分7分ぐらいで入ってくると思う。これで40分とかで食ってくれたらすげえなんかもう引くけど、でもスニーカー開けなきゃいけない。そう、いやじゃあもうちょっとシビアにしようぜ。いやでもこれがこの悩みがリアルな気がしますけどね。なんかいけるから60分6個で一生とかじゃなくて真剣に考えてる感じがめちゃくちゃこうギリギリ攻める感じです、ね、マジです攻める。でも最近のハンバーグとか見せてこう時間かかってるもんね。あでもそれはちょっとあるかもしれないですね。今自粛期間中でがっつりとしたトレーニングがそこまで。ホットドッグ何分かかってたっけ。ホットドッグめちゃくちゃ早かった。いや時間かかってたやつは1万円シリーズがやっぱ時間かかってた。松屋とか2時間とかいってるから、これが一番分かりやすいわ。チキンマックナゲットの採用したから1個のピースのグラムわかる。150個21分だって。はぁ、いや100グラム、20グラム100ってこと 1個20グラム。あぁ、ってこと 5ピースで100グラム。そうそうそう、3キロだ。3キロ20分20分、あ、もう使いまくって。で、ナゲットの時って水飲んでました。ナゲットの時、あ、飲んでたと思う。あ流し込む。3キロで20分だもん、青5系で。これが大事だ。ここだけはミスりたくないよね。自分らのこと煽るようであれですけど、多分僕らって一番マックス好きに近い関係性だから、そこの俺らがミスってたら60分きついかも。5個、ここで何キロ800から差し4、800ちょいで4キロでしょ。4点ちょっと5個、5個で 4.23、 5個にしよう。5個で60分、5個60分じゃない、鳴らしたら1個12分計算。うん、5個60分にしよう。出て明日の朝飯増えた。じゃあエクソパン5個60分チャレンジで、はい、よし決まり。明日の朝飯よろしくお願いします。よしよし準備しよう。はい、急にまあ動画回して手繰りまくってマックス鈴木さんですけども、何ですか今回ですね、とある方からですね、あのマックス鈴木が喧嘩を売ってきたとということで果たし状を持ってまいりました。吉田さんお願いします。私よ、もういつものあれじゃん。どうぞ。まあ、お疲れっす。僕です。雑だな。先日の LINE であなた様に喧嘩を売られたので買います。チャレンジメニューが欲しいって。作ってやったわ。以下チャレンジ内容です。チャレンジメニュー。サムライ特製焼きそばパン 4.17kg。5個。1個 800g ぐらいと思う。そうです、そうです。800g の焼きそばパン。鈴木さんの頭の中でどんなのになってんだろう。フランスパンの中に焼きそばがブワーみたいな今パッて浮かんだ。あの長い、俺もこの字に何となく分かるけど 4.17 ぐらいしかないのに60分やってるってことは、これ絶対パンがハードか焼きそばがめちゃ辛いか、どっちかだな。なんとなく予想つく。成功報酬料金無料ナイキスニーカー、失敗した場合みんなの靴買って。雑なんだよな。え、ちょっと待って、これ、え、これ成功報酬ナイキのスニーカーってこれ何、これ何決まってんの、それとも選べんの。いや選んでいいっすよ。でもそのみんなの靴買っても選びますからね。ダメだろ。ちょっと待ってこれ、うん、俺一足料金無料で一足。そうですよ。で何負けたら三足。そうです。やってやろうじゃねえか。断られると思ったのに。理不尽こそ勝負だよ。受けてやるけど、その代わりマジでこのナイキスニーカーって書いたことを忘れるなよ。おがゆは忘れるなよ。世の中にあらスニーカーいっぱいあるからな。量は本当にしっかり測ってますから、はい、どうですか正直。結構悩みましたよ正直言って。わからない、マジでわかんない。あえて言うなら 50-50 って感じかな。1個もどのぐらい時間かかるのかわかんないし。一応僕も食べてます。丸々1個は言ってないですけど量的に。ちなみにどうでした。まあそれを加味して時間決めてます。村井のスタッフさんはちゃんと食べてるんだね。辛さを知ってる人が僕のあれも知ってて作ってるってことは、やっぱこれあれだよ、本当に 50-50 ってことだよ。で中の焼きそばと含めて全部吉高さんに作っていただいてます。俺ね、吉高さんのことを分かってる。もう吉高さんはプライドがあるから、絶対ちゃんと美味しく食べてもらいたいっていう信念がある人だから多分美味しいんだよね。それ味わえるかどうかだろうな。あ、こっち本題1です。こっち本題2です。鈴木さんちょっと忘れてることがあると思って。前回僕あの負けたんで、フードバトルで
約束のスニーカーを。すいません、侍チャンネル、スニーカーチャンネル移行してました、この瞬間に。これはやっぱ、これをちゃんと今渡さないと、スニーカー買ってもらうことが成立しないから。これこれだー冗談はいえー音割れすげえんだよな。あ、匂いからいく、ね、新品の匂い。スリスリしてる。かっこよろしいな。我が子のごとく。かっこよろしいな、もうありがとうございますよ。もうこの後帰ってくるんだから。いや、40手前のおっさんがずっと躊躇してる。あとこれ、あ、ご主さんおめでとうございます。何これ、真面目なやつ、あのお祝いです、少ないですけど。全然マジじゃんこれ。普通にガチなやつ。リアクション取れなくなる。やめてよこの野郎。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。結果はじゃあ、マックス鈴木 TV の方ですね。そうですね、一旦サムライはこちらの方でストップです。じゃあ閉めてください。あ閉めて、動画閉めて。どうしようかね。スニーカーを買ってあげてもいいから、もうガチで食べきってほしい。だからちょっとこっち向けて。熱いの。あ、俺が閉めんの。じゃあお願いします。すいません。じゃあいいよ。いい。じゃあなんとなくでいいから、はい、失敗した時の皆さんが僕が買うスニーカーの目安をちょっと教えて。何とかいいなぐらいでいいから。それ俺イージーブーストの黒の29センチでいいです。アディダスってこと。そうですね、5万くらいいくと。5万いく。5万いくか。いや嘘ですよ、イージーの黒ね。いやいや本当高いんでダメです。イメージはそんぐらいね、はい、イージーとポンプヒューリーのコラボのやつでもいいですよ。あ、それ前ツイッターにやってたやつ。俺の嘘だね。これ前々から言ってたエアマックスの97 の, あのゴールドのやつ。ああ。強気に言っとけたよ、高いもん。強気に。ベトンの靴がいいって言ってきます。真面目に言うと、ユマさんも持ってるジョーダンのプロトタイプの、赤と黒のやつが、あれです、ジャンプマンのやつです。あ、ジャンプマンシリーズか、720のか。そうそうそう。僕はとにかく、お金を使わせたい。やめろよ。本当だよ。ちなみに俺が欲しいの、聞かないの。聞きますよ、マジで言うぞ、はい、マジで言うぞ。でも、マックス次欲しいっていうスニーカーちょっと気になるんですよ。バンズでしょ。違うよ、違うよ。靴流通センター。違うよ。いつも閉店セールやってねえわ。瞬足。マジ言っちゃうよ。はい、ナイキのダンク。ダンクの、ダンクのぶっちゃけちょっと高いよ。最近のやつですか。割と最近のやつ。あ、新作。知らないのね、ちょっと。ペアンドジェリーだよ。デニム生地なんじゃなくて。違うよ。ちなみにはプレネついて12万ぐらいすっかんな。おい、ちょっと一回ボコそうぜこいつ。あのね、スニーカーダンクで調べれば出てくるよ。そう、ベンジリ、それまた派手なやつじゃん。これ、でもなんかツイッターで言ってほしいっすね、最近こういうの。ベンジリさん、いくらになってますそこ。これは、今見てるやつは中古で24万2000円。俺は欲しいな、それかなってイメージね。ほら、来た、緊張か。おい、ちょっと待って、ちょっと待って。人の心を動かすのはなんだ。その人が本気かどうかだよ。以上。これね、時間が経てば経つほどパン硬くなる。あー、早くマジやっかんな、おい。絶対楽しいじゃねえかよ。やってるも楽しいよ。じゃあ、いろんな意味も込めて、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。緊張してきた。これが5つ目でございますかね。まあ、4つ。ん？まあいいか、後で入れなくて。へい。え？そうでしょ。いいことないです。何が？今何個目それ。あれ、5つ目っす。これ向かり。あ、今5つ目っすよね。1、2、3、4、5。あ、これ6つ目。下入ってる。これ入ってるっす。入ってる。これ上から。はい、これも入ってる。後で計量しなさいしましょうか。すいません。あ、よさかさんどうします。僕らが一生懸命数字数えてたのに、ゆうまさん全然。俺が手止めさ、こっちで。ゆうまさんメモしてなかったっすよ。え、コールした？した。コールした？これ後でちょっと審議して、コールしてないかもしれない。ワンチャンね。動画で。オッケー。コールして。はい、じゃあ一生懸命よさかさんがパンの中にバターを塗ってるシーン。マーガリン。あ、マーガリンなの？マーガリンってなんてマーガリンって言うんだろうね。確かに。あ、ちなみに今調べたんですけど、うん、フランスの科学者がマルガリン酸っていう酸を発見して、それがいろいろもじってマーガリンになったっていう。へえ。
だからね、ダメなんだ、ゆうまさんね、急に降るけど、ゆうまさん自身が知らないから、うん、なんだろう、別に知りたいと思ってないし。いやいや、そんなことない、そもそもそもそんなことない。いや、そんなことあるよ。そんなことあるよ。この人、ただ、人が困ってるとこ見たいだけだもん。そう